ホークス先発は高橋礼でした。柴田さん、結果としてはまだまだという感じになりましたかね。そうですね、コントロールが今一つだったかなというふうに感じますよね。ストレートの、ね、スピードは出てたんですけどね、逆にそれで緩急がつかなくなってしまって、はい、少し狙い撃ちをされた場面もありました。うまく追っつけられましたよね、はい、これもうまく拾われてますもんね。そうなんですよね。もう少し遅い球であればと思うんですけど、まあ、そのあたりこの先のどういう修正があるのかというところです。一方ドラゴンズ先発はドラフト1位ルーキー中地レイヤでした。今日は周東、そして野村勇がこの2軍戦に参加なんですが、まあここは持ち味発揮できましたね。足で、はい、2投、さらには3投、この後満塁、全ての塁が埋まって2軍に戻ってきたキャッチャーの付近、これは風の影響もありました。これを取っておけばですね、これが満塁の走者一掃になりました。ホークス3対2と逆転に成功です。3回の高橋礼です。ここも3塁2塁ピンチ、石垣にはライトへの同点のタイムリーヒット、さらにこの後3塁1塁から今日先発マスクの山浅がレフトへタイムリー、勝ち越しを許した高橋礼です。3回の中地です。この前の回あたりからようやく落ち着きましたかね。そうですね、自分本来のピッチングに戻ってきたかなというふうに思いますね、はい、緩急をうまく使いながらのピッチングができましたよね。ここは三者凡退に抑えました。ただ4回です、2アウトランナー2塁、このカッツレンのタイムリー、これは価値がありましたね。そうですね、4対4同点に追いつきました。5回です、ホークスは2番手の佐藤弘樹マウンドへ、カリステのこのセンターへの当たり、素早い周東の守備があって好プレー。この後満塁とピンチが続いたんですが、佐藤ここは山浅を 6-4-3 ダブルプレーに抑えました。もう最高の結果でした。いやですね、本当うまくね、ショートが処理しましたよね、はい。7回です、ドラゴンズ3番手砂田を攻めてホークス満塁のチャンス作るんですが、代打の海野、ここはレフトファールフライに打ち取られました。8回です、現在ファーム調整中、田山だいぶ戻ってきてますか。そうですね、はい、感じ的にはね、良くなってきてるかなって感じますよね、はい。ラッキーがショートゴロ、この後ワンアウト1塁からブライト・ケンタも本当にこれはもう中盤通りですね、はい、ショートゴロ併殺打に打ち取りました。8回です、プロダクトは4番手の滝田俊治、現在ファーム調整中、リチャードレフトへのツーベースヒット、この後2アウトランナー3塁1塁、チャンス広がります。今日タイムリーが出ていた、ここはカセレンだったんですが三振に倒れました。9回ホークスは6番手又吉マウンドへ、又吉もだいぶ戻ってきてますか。そうですね、はい、スルーのスピードも戻ってきました。あとはコントロールですよね、はい。右センターフライ、福本三振、鵜飼もファーストファウルフライに打ち取りました。三者凡退です。そして9回2アウトからドラゴンズ5番手の谷本から笹川が右中間のスリーベースヒット、さあさよならなるかという場面だったんですが、はい、海野はライトフライに倒れてセット、4対4引き分け。